どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は妖怪メダル U ステージ4のボックス3つ目開封してみます。ボックス2つ開封したんですけど、1個目と2個目がなんか全く同じだったんで、3つ目も一気に開封していきます。12パック入ってます。ハロー、 This is American 妖怪ってことで、妖怪ウォッチ3に登場するキャラクターもいっぱいラインナップしてます。全部で20種類で、ホロ7種、ノーマル13種です。ホロ7種はすでに持ってるんですけど、あとノーマルメダルが3種類でコンプ。はい、1パック目いきまーす。せーの、ドン。あ、すごい。一発目、はぐれ出ました。ピントコーンのはぐれメダル、すごい。忍者の格好してますね。かわいい。そしてもう1枚がサンデーパパ。幸先良すぎるぞ。幸先良すぎる。1パック目からはぐれ。2パック目いきまーす。せーの、ドン。これはダソックスとオーバーガー。オーバーガー見てたらなんかお腹空いてきたな。ハンバーガー食いたいな。3パック目いきまーす。せーの、ドン。はい。おったまゲータにサンデーパパ。日曜日とかはゴロゴロしたいよね、ほんと。4パック目いきまーす。1、2、3、4。はい、歌メダルのバクロバーと案の定出ました。持ってないメダル案の定ゲッツ。あとおったまゲータとエブリシング、あとヨロピクの妖怪が出ればコンプ。せーの、ドン。はい、パッカーにおったまゲータ出てきた、ラッキー。6パック目、これで半分ですね。じゃじゃーん。あ、すごい、丸ナゲットゲット。そしてカッパー、これでコンプリートですね。はぐれのうさきょんが出たらもう完璧やねんけど、まあ、ワンボックスはぐれは1枚だけだよな。せーの、ドン。はい、こちらは通常のピントコーン、そして案の定。8パック目いきまーす。せーの、ドン。はい、こちらは通常のうさぴょんですね。そしてガッテンマイヤー。うさぴょんとピントコーンのメリケンメダルはデラックス妖怪ウォッチプロトタイプの付属メダルと同じです。せーの、ドン。イエーイ。そしてインチキン、残り3パックずら、いきます。せーの、ドン。はい、歌メダルの長花、そしてオーバーガー。っていうかピントコーンのはぐれってホロなんやね。通常のピントコーンのメダルはノーマルなんですけど、はぐれになるとホロになるのか。はい、11パック目、ドン。おったまゲータとイエーイ。ラストいきます。12パック目。ラストがこちら。ホロの大人ブル、そしてパッカー。開封結果なんですけど、今回ホロメダル6枚、歌メダルのひもじい出ませんでしたね。はぐれのピントコーンゲッツ。では最後にデラックス妖怪ウォッチ U で音声チェックしていきます。まず忍者のピントコーン、妖怪メダルセットオン。ピントコンな。ピントコーン。かわいいよね、ピントコンは。これも気になる、サンデーパパ。妖怪メダルセットアン。サンデーパパ。案の定も召喚してみます。妖怪メダルセットオン。ラストは丸ナゲット、妖怪メダルセットオン。丸投げた。